城のある町にてある午後高いとこの眺めは <coughs> また格段でごわすな片手にコウモリ片手に扇子と日本手ぬぐいを持っている頭がきれいに剥げていてカンカン帽子をかぶっているのが まるで線をはめたように見えるそんな老人が朗がらかにそう言い捨てたままかしの脇を歩いていった言っておいてこっちを振り向くでもなく目はやはり遠い眺望へ向けたままでさもやれやれといったふうに石垣の花のベンチへ腰をかけた 町を外れてまだに里ほどの間は平坦な緑。アイワンの濃い愛がそれの彼方に広がっている。裾のぼやけた、そして全体もあまりかっきりしない入道雲が水平線の上に静かにわだかまっている。ああ、そうですな。 少し孫つきながらそう答えた時の自分の声の後味がまだ喉や耳のあたりに残っているような気がされてその時の自分と今の自分とが変にそぐわなかった何のこだわりも知らないようなその老人に対する行為が頬に刻まれたまま貴司はまた先ほどの静かな展望の中へ吸い込まれていった。 風が少し吹いて午後であった一つにはかわいい盛りで死なせた妹のことを落ち着いて考えてみたいという若者めいた考えからしはまだいつなのかを出ない頃の家を出てこの地の姉の家へやってきたぼんやりしていて それがよその子の泣き声だと気がつくまで、死んだ妹の声の気持ちがしていた。誰だ暑いのに泣かせたりなんぞして。そんなことまで思っている。彼女がこと切れた時よりも、仮装場での時よりも、変わった土地へ来てするこんな経験の方に、失ったという思いは強く刻まれた。 たくさんの虫が一匹の死にかけている虫の周囲に集って悲しんだり泣いたりしていると友人に書いたような彼女の死の前後の苦しい経験がやっと薄いベールのあちらに感じられるようになったのもこの土地へ来てからであったそしてその思いにも落ち着き新しい周囲にも心が馴染んでくるに従って 高には珍しく静かな心持ちがやってくるようになったいつも都会に住み慣れことに最近は心の休む暇もなかったあとで彼はなおさらこの静けさの中でうやうやしくなった道を歩くのにもできるだけ疲れないように心がける。 棘一つ立てないようにしよう。指一本詰めないようにしよう。ほんの些細なことがその日の幸福を左右する。迷信に近いほどそんなことが思われた。そして日照りの多かった夏にも雨が一き、二き、それが上がるたびごとに、 やや秋めいたものが肌に触れるように気候もなってきたそうした心の静けさとかすかな秋の先駆は彼を部屋の中の書物や妄想に引き留めてはおかなかった草や虫や雲や風景を目の前に据えてひそかに抑えてきた心を燃えさせる ただそのことだけが死いのあることのように、たかしには思えた。家の近所にお城跡がありまして、たかしの散歩にはちょうどいいと思います。姉が彼の母のもとへよこした手紙に、こんなことが書いてあった。着いた翌日の夜。 義兄と姉とその娘と、四人で初めてこの城跡へ登った。日照りのため、運河がたくさん谷に湧いたのを、女中島で殺している。それがもうあと二三日だからというので、それを見に上がったのだった。平野は見渡す限り女中島の海だった。 遠くになると星のように瞬いている。山のはざまがぼーっと照らされて、そこから大河のように流れ出ているところもあった。彼はその異常な光景に興奮して涙くんだ。風のない夜で、涼み方々見物に来る町の人々で城跡は賑わっていた。 闇の中からおしろいを厚く塗った町の娘たちがはしゃいだ目を光らせた今空は悲しいまで晴れていたそしてその下に町はいらかを並べていた白亜の小学校土蔵造りの銀行 寺の屋根。そしてそこここ西洋菓子の間に詰めてある神楽ずめいて緑色の植物が家々の間から燃え出ているある家の裏には芭蕉の葉が垂れている糸杉の巻き上がった葉も見える重ね綿のような格好に刈られた松も見える皆黒ずんだ下葉と新しい若葉で いい風な緑色の溶石を作っている遠くに赤いポストが見える乳母車なんとかと白くペンキで描いた屋根が見える日を受けて赤い切り地を張った張り物板が小さく屋根瓦の間に見える夜になると火のついた町の大通りを自転車でやってきた村の青年たちが ずれで遊郭の方へ乗ってゆく店の若い衆なども浴衣がけで昼見る時とはまるで違ったふうに体をくねらせながらおしろいを塗った女をからかってゆくそうした町も今は屋根瓦の間へ挟まれてしまってその辺りにのぼりをたくさん立てて芝居小屋がそれと察しられるばかりである。 西日をよけて1階も2階も3階も西の窓すっかり日酔いをした旅館がやや近くに見えたどこからか材木をたたく音がもともと高くもない音らしかったが町の空へカーンカーンと反響した次々止まる暇なしにつくつく奉仕が鳴いた。 文法のの語尾の変化をやっているようだな。ふとそんなに思ってみて聞いていると不思議に鏡がのってきたちゅくちゅくちゅくと始めておーしチゅクチゅクを繰り返すそのうちにそれがチュクチュクおーしになったりおーしチュクチュクに戻ったりしてしまいにすっとこちいよすっとこちいよになって じーっと泣きやんでしまう。中途に横からチクチクと始めるのが出てくる。するとまた一つのはすっとこちいようを終わってじーに移りかけている。三十四十、五十にも六十にも重なって泣いている。たかしはこの間、 やはりこの城跡の中にある八代の桜の木でホウシゼミが鳴くのを一尺ほどの間近で見たきゃしゃな骨にシャボン玉のような薄い羽を張った体の小さい昆虫によくあんな高い音が出せるものだと驚きながら見ていたその高い音と関係があるといえばただその腹から尻尾へかけての伸縮であった ニコゲの密接しているフシを持ったその部分はまるでエンジンのある部分のような正確さで動いていたその時の格好が思い出せた腹から尻尾へかけてのブリッとした膨らみ隅々まで力ではち切ったような伸び縮みそしてふとセミ一匹の生物が 無情にもったいないものだという気持ちに打たれた時々先ほどの老人のようにやってきては涼を入れ景色を眺めてはまた立ってゆく人があったかしがここへ来るときによく見るんの中で昼寝をしたり海を眺めたりする人がまた来ていて「今日は子守娘と親しそうに話をしている」。 セミ竿を持った子供があちこちする虫かごを持たされた子は時々立ち止まってはかごの中を見また竿の方を見ては小走りについてゆく物を言わないでいて変に芝居のような面白さが感じられるまたあちらでは女の子たちが米つきバッタを捕まえては「ネギさん米つけ」 なんとかなんとかと言いながら米をつかせている「ネギさん」というのはこの土地の言葉で神主のことを言うのであるかしは善良な長い顔の先に短い2本の触角を持ったそう思えばいかにも神主めいたバッタが女の子に後ろ足を持たれて身動きのならないままに米をつくその格好がのんきなものに思い浮かんだ 女の子が追いかける草の中をバッタは二本の足を伸ばし日の光を羽ねいっぱいに追いながら何匹も飛び出した時々煙を吐く煙突があって電夜はその辺りから開けていたレムブラントのデッサンめいた風景が散らばっている黒い木立百姓屋街道 そして青田の中に大車のレンガの煙突小さい軽便が海の方からやってくる海から上がってきた風は軽便の煙を陸の方へその走る方へ吹きなびける見ていると煙のようではなくて煙の形を逆に固定したままおもちゃの汽車が走っているようである ささささっと日が陰る風景の顔色がみるみる変わってゆく遠く海岸に沿って斜めに入り込んだ入り江が見えたかしはこの城跡へ登るたび、幾度となくその入り江を見るのが癖になっていた海岸にしては大きいたち木がところどころ茂っている その影にちょっぴり人家の屋根がのぞいているその入り江には船がもやっている気持ちそれはただそれだけの眺めであったどこを取り立てて特別心を引くようなところはなかったそれでいて変に心が引かれた何かある本当に何かが そこにあると言ってその気持ちを口に出せばもうそらぞらしいものになってしまう例えばそれを「ゆえのない淡い憧れといったふうの気持ち」と名付けてみようか誰かが「そうじゃないか」と尋ねてくれたとすれば彼はその名付け方に賛成したかもしれない。しかしか自分では まだ何かという気持ちがする人種の違ったような人々が住んでいてこの世と離れた生活を営んでいるそんなようなところにも思えるとはいえそれはあまりおとぎ話めかしたぴったりしないところがある何か外国の絵であそこに似たところが描いてあったのが思い出せないためではないかとも思ってみる それにはコンステーブルの絵を一枚思い出しているやはりそれでもないでは一体何だろうかこのパノラマ風の眺めは何に限らず一種の美しさを添えるものであるしかし入り江の眺めはそれに過ぎていたそこに限って起因が聖堂しているそんな風に思えた 空が秋らしく青空にすむ日には海はその青よりやや深い深青にうつった白い雲がある時は海も白く光って見えた今日は先ほどの入道雲が水平線の上へ広がってザボンの内側の色がして海も入り江の間近までその色にうつっていた 今日も入江はいつものように謎を隠して静まっていた見ていると獣のようにこの城の鼻から悲しいうなり声を出してみたいような気になるのも同じであった息苦しいほど妙なものに思えた夢で不思議なところへ行っていてここは来た覚えがあると思っているちょうどそれに似た気持ちで 得体の知れない思い出が湧いてくるああかかる日のかかるひとときいつ用意したともしれないそんな言葉がひらひらとひらめいた「ハリケンハッチのオートバイハリケンハッチのオートバイ」バイ先ほどの女の子らしい声がかしの足の下で次々に高く響いた。 丸の内の街道を通ってゆくらしい自動自転車の爆音が聞こえてきた。この街のある医者がそれに乗って帰ってくる時刻であった。その爆音を聞くと、高しの家の近所にいる女の子は、バれがちに、ハリケーンハッチのオートバイと叫ぶ。オートバーと言っている子もある。 三階の旅館は日よいをいつの間にか外した遠い物干し台の赤い張り物板ももう見つからなくなった町の屋根からは煙遠い山からは日暮し手品と花火 これはまた別の日夕飯と風呂をすませてかしは城へのぼった白母の空に時々数里離れた市で花火をあげるのが見えた気がつくと綿で包んだような音がかすかにしているそれが遠いので間の抜けた時になったいいものを見ると彼は思っていた ところへ十七ほどを頭に三人連れの男の子が来た。これも食後の涼みらしかった。高しに気を兼ねてか静かに話をしている。口で教えるのにも気が引けたので彼はわざと花火の上がる方を熱心なふりをして見ていた。末遠いパノラマの中で。 花火は星くらげほどのさやけさに光っては消えた。海は暮れかけていたが、その方はまだ明るみが残っていた。しばらくすると、少年たちもそれに気がついた。彼は心の中で喜んだ。四十九ああ、四十九。 そんなことを言い合いながら、一度上がって次上がるまでの時間を数えている。彼はそれらの会話を聞くともなしに聞いていた。なんとかちゃん、花はフロラ。一番年のいったのが、そんなに答えている。城でのそれを思い出しながら、 彼は家へ帰ってきた家の近くまで来ると凛家の人がたかしの顔を見たそして慌てたように「帰っておいでなしたぞな」と家へ言い入れた「奇術が何とか座にかかっているのを見に行こうか」と言っていたのをたかしがポッと出てしまったので騒いでいたのであるああどうも。 と言うと、兄は笑いながら、はっきり言うとかんのがいかんのやさ、と姉に背負わせた。姉も笑いながら衣服を出しかけた。彼が城へ行っている間に、姉も信子、兄の妹もこってり化粧をしていた。姉が兄に、あんた、扇子は隠しにあるけど。 そうやなあれも汚れてますで。姉がガテンガテンなどしてゆっくり探しかけるのを、じゅうじゅうと音をさせてタバコを飲んでいた兄は、センスなんかどうでもええわなはよしたくしゃんし。と言って、キセルの詰まったのを気にしていた。奥のまで信子の支度を手伝ってやっていた母が、さあ、 こんなはどうやなと言ってうちわを23本寄せて持ってきた里親などが配っていったうちわである姉が主樹と衣服を着こなしているのを見ながら彼は信子がどんな心持ちでまたどんなふうで着付けをしているだろうなど奥の間の気配に心をやったりしたやがて支度ができたので たかしは先へ降りて下駄を履いた勝子がそこらにいますで、よぼってやっとくなさいと母が言った勝子は姉夫婦の娘袖の長い衣服を着て近所の子らの中に混じっている勝子は呼ばれたままままだ何か言い合っているカッチューとこへ行くの かつどうやかつどうや,やと23にんのおんなのこがはやした「うんうん」とかつこはくびをふって「よっちとこへいくの」とまたやっている「ようちえん?」やらしいようちえんばんにはあれへんわ兄がでてきた「はよおいでなほっといてゆくぞな」 姉と信子が出てきた。おしろいを濃く履いた顔が夕闇に浮かんで見えた。さっきのうちわを一つずつ持っている。お待ちどうさま。勝子は勝子、扇持ってるか勝子は小さい扇をちらっと見せて姉にまといつきかけた。そんならお母さん、行ってきますで。 姉がそう言うと「勝子帰ろう帰ろう言わんのやんな」と母は勝子に言った言わんのやんな勝子は返事の代わりに口まねをしてかしの手の中へ入ってきたそしてかしは手を引いて歩き出した往来に涼み台を出している近所の人々が 通りすがりに、こんばんは、こんばんはと声をかけた。かっちゃん、ここなんてとこ彼はそんなことを聞いてみた。小仙閣。小仙閣ううん。小仙閣。小仙閣小。せん。かく。 朝鮮核うん。と言って彼の手をピシャッと叩いた。しばらくして勝子から挑戦閣と言い出した。朝鮮核。もどかしいのはこっちだと言った風に寸分違わないように似せてゆく。それが遊戯になってしまった。 しまいには彼が小戦格と言っているのに、勝ツの方では知らずに、朝戦格と言っている。信子がそれに気がついて笑い出した。笑われると勝ツは冠を曲げてしまった。勝ツ今度は兄の番だ。違いますとも笑びます。うんうん 鼻声をして、かつコは兄を撃つ真似をした。兄は知らん顔で、違いますとも笑びます。あれ何やったな、カいっ一んたかしさんに聞かしてあげなさい。泣きそうに鼻を鳴らし出したので、信子が手を引いてやりながら歩き出した。これ、それから何というつもりやったんや これわらびとはちがいますって言うつもりやったんやな信子がそんなに言ってかばってやった一体どこの人にそんなことを言うたんやな今度は半分信子に聞いている吉峰さんのおじさんにやな信子は笑いながら勝子の顔をのぞいたまだあったぞ。 もう一つ、どえらいのがあったぞ。兄が脅かすようにそう言うと、姉も信子も笑い出した。勝子は本式に泣きかけた。城の石垣に大きな電灯がついていて、後ろの木々にコウと照っている。その前の木々は反対に黒々とした影になっている。 その方でセミがジッジジッジと鳴いた彼は一人後ろになって歩いた彼がこの土地へ来てからこうして一緒に出歩くのは今夜が初めてであった若い女たちと出歩くそのことも彼の経験では極めて稀であった彼は何となしに幸福であった 少しわがままなところのある彼の姉と触れ合っている態度に少しも無理がなくそれを器用にやっているのではなく記事からの平和な生まれつきでやっている信子はそんな娘であった母などの新人から天理教様に拝んでもらえと言われると素直に拝んでもらっているそれは指の傷だったが そのため評判のことも引かないでいた学校の植物の標本を作っている用事に町へ行ったついでなどに雑草をたくさん風呂敷へ入れて帰ってくる勝子が欲しがるので勝子にも分けてやったりなどして一人せっせと推しをかけている勝子が彼女の写真帳を引き出してきて 彼のところへ持ってきた。それを決まり悪そうにもしないで彼の聞くことを穏やかにはきはきと受け答えする信子はそんな好もしいところを持っていた今彼の前を勝子の手を引いて歩いている信子は家の中で型縫い上げのしてある衣服を着て足をニョキニョキ出している彼女とまるで違って大人に見えた。 その隣に姉が歩いていてる。彼は姉が以前より少し痩せていくらかでも歩きぶりが良くなったと思ったさああんた先へ歩いて姉が突然後ろを向いて彼に言ったどうして今までの気持ちで聞かなくとも分かっていたがわざと彼はとぼけてみせた。 そししてて自分から笑ってしまっまたこんな笑い方をしたからにはもう後から歩いて行くわけには行かなくなった「はあよ気持ちが悪いわなあノブちゃん」笑,<笑>,笑いながらノブ子もうなずいた芝居小屋の中は思ったように蒸し暑かった。 水盤というのか胃腸ょ返しに言った年の老けた女が座布団を数だけ持って先に立ってバタバタ敷いてしまった平場の一番後ろで貴司が左の端中へ姉が来て信子が右の端後ろへ兄が座ったちょうど幕あで絵花は七分通り詰まっていた。 さっきの女がタバコ盆を持ってきた火がうずんであって熱いのに気が利かなかった立ち去らずにグズグズしているなんと言ったらいいかこの手の女特有なずるい顔つきで目をキョロキョロさせている目顔で火鉢をさしたりそらしたり兄の顔を盗み見たりする こっちが見てよくわかっているのにと思い、財布の銀貨をたもとの中で出し悩みながら、彼はそのぶしつけに腹が立った。兄は落ち着いてしまってまるで無感覚である。ええ、お火鉢。女はこんなことをそわそわ言ってのけて、忙しそうにもみ出をしながらまた目をそらす。やっと銀貨が出て、 女は帰っていったやがて幕が上がった日本人のようでない皮膚の色が少し黒みがかった男が不熱心に道具を運んできて時々ジロジロと観客の方を見た存在で面白く思えなかったそれが済むと怪しげな名前のインド人が無作法なフロックコートを着て出てきた 何かわからない言葉で喋った。唾液を飛ばしている様子で、冷めた唇の両端に白く唾が溜まっていた。なんて言ったの姉がこんなに聞いた。すると隣のよその人も彼の顔を見た。彼は平行してしまった。インド人は席へ降りて立ち会人を物色している。 一人の男が腕をつかまれたまま、あやうげな恥笑いをしていた。その男はとうとう舞台へ連れて行かれた。髪の毛を前へ下ろして、ノリの寝た浴衣を着、暑いのに黒足を履いていた。ニコニコして立っているのを、先ほどの男が椅子を持ってきて座らせた。インド人はひどいやつであった。 握手をしようと言って男の前へ手を出す。男はためらっていたが、思い切って手を出した。するとインド人は自分の手を引き込めて、観客の方を向き、その男の手振りを醜く真似てみせ、首根っこを縮めてあざ笑ってみせた。毒々しいものだった。男はインド人の方を見、自分の元いた席の方を見て、 危なげに笑っている。何か訳のありそうな笑い方だった子供か女房かがいるのじゃないかたまらないとかしは思った握手が湿気になりインド人の悪ふざけはますます性が悪くなった見物はその度に笑ったそして手品が始まった ひもがあったのはきってもつながっているという手品な。きんぞくのびんがあったのはいくらでもみずがでるという手品な。ごくつまらない手品なでガラスのテーブルのうえのものはへっていった。まだりんごがのこっていた。これはりんごをくってくったりんごのきれがこんどはひをふいてくちからでてくるというのでためしにれいのおとこがくわされた。 皮ごと食ったというのでこれも笑われたタカシはその箸にも棒にもかからないような笑い方をインド人がするたびになぜあの男はなんとかしないのだろうと思っていたそして彼自身かなり不愉快になっていたそのうちにふと先ほどの花火が思い出されてきた 先ほどの花火はまだ上がっているだろうか。そんなことを思った。薄明かりの平野の中へ、星らげほどに光っては消える遠い石の花火。海と雲と平野のパノラマが、いかにも美しいものに思えた。花はフロラ。 確かにフラワーとは言わなかった。その子供といい、そのパノラマといい。どんな手品しも叶わないような立派な手品だったような気がした。そんなことが彼の不愉快をだんだんと洗っていった。いつもの癖で不愉快な場面を非人情に見る。そうすると反対に面白く見えてくる。その気持ちが物になりかけてきた。 過当な道家に一人で腹を立てていた先ほどの自分がちょっと滑稽だったと彼は思った舞台の上ではインド人が看板がそっくりの雰囲気の中で口から盛んに火を吹いていたそれには怪しげな美しささえ見えたやっと住むと幕が降りたああ面白かったちょっと嘘のような 取ってつけたように勝子が言,った言い方が面白かったので皆笑った美人の宙づり力技オペレット浅草気分美人胴切りそんなプログラムで遅く家へ帰った病気 姉が病気になっひばらが痛むそして高い熱が出るかしはチ縮スではないかと思った枕元で兄が医者さんを呼びにやろうかなと言っているまあよろしいわな海中かもしれませんでそしてかしにともつかず兄にともつかず 昨日、穴井に暑かったのに、歩いて帰ってくる道で、汗がちっとも出なんだの。と、弱々しく言っている。その前の日の午後、少し浮かぬ顔で遠くから帰ってくるのが見え、勝子と二人で窓からふざけながらはやし立てた。かつ子、あれどこの人あら、お母さんや。 お母さんや嘘言いえよそのおばさんだよ見ておいで家へは入らないからその時の顔をたかしは思い出した少し変だったことは少し変だった家の中ばかりで見慣れている家族をふと往来でよそ目に見るそんな珍しい気持ちで見たゆえとたかしは思っていたが 少し力がないようでもあった医者が来てやはりチブスの疑いがあると言って帰ったかしは開花で困った顔を兄と付き合わせた兄の顔には苦しい微笑が凝っていた腎臓の故障だったことが分かった 下の苔が何とかでと言って、明瞭にチブスとも言いかねていたヨシを知って、医者も元気に帰っていった。この家へ嫁いできてから、病気で寝たのはこれで二度目だと姉が言った。一度は北室で。あの時は弱ったな。近所に氷がありませいでな。夜中の二時ごろ。 4里ほどの道を自転車で走ってたたき起こして凍ったのはまあよかったやさ風呂敷へ包んでサドルの後ろへ祝えつけて戻ってきたらすれとりましてなこれだけほどになっとった兄はその手つきをしてみせた姉の熱のグラフにしても2時間おきほどの正かくなものを作ろうとする兄だけあって その話には兄らしい味が出ていてかしも笑わされたその時は海中を沸かし取りましたんじゃ一つにはかし自身の不死だらな生活から彼は一度肺を悪くしたことがあったその時兄は北室でその病気が治るようにと神詣をしてくれた。 病気がやや良くなって、高志は一度その北室の家へ行ったことがあった。そこは山の中の乾燥で、村は百姓と木こりで養蚕などもしていた。冬になると家の近くの畑までイノシシが芋を掘りに来たりする。芋は百姓の半分常食になっていた。その時はまだ勝子も小さかった。 近所のおばあさんが来て、かつこの絵本を見ながら降缺しているのに、象のことを花巻象、猿のことを山の若い衆とか野猿とか呼んでいた。名字のないという子がいるので聞いてみると、きこりの子だからと言って、村の人は当然な顔をしている。小学校には生徒から名前の呼び捨てにされている、 カオルという村長の娘が教師をしていたまだそれが十六七の年頃だった北室はそんなところであったたかしは北室での兄の話には興味が持てた北室にいた時き勝子が川へはまったことがあるその話が兄の口から出てきた 兄が心臓っけで寝ていた時のことである七十を越した兄の祖母で勝子の曾祖母にあたるおばあさんが勝子を連れて川へ茶碗をつけに行ったその川というのが急な川で狭かったがそこはかなり深かったおばあさんはいつでも兄たちが捨てておけというのに姉が留守だったりすると勝子などを抱きたがった その時も姉は外出していた、はあ出ていったなあと寝床の中で思っているとしばらくして変な声がしたのであっと思ったままひかれるように大病人が起きて出た川はすぐ近くだった見るとおばあさんが変な顔をして勝子がと言ったのだがそしていっしょうけんめいに言おうとしているのだが その後が言えない。おばあさん、勝子が何としたああ<ー>。手の先だけが激しくそれを言っている。勝子が川を流れてゆくのが見えているのだ。川はちょうど雨の後で水かさが増していた。先に石の橋があって、水が板石とスレスレになっている。その先には川の曲がるところがあって、 そこはいつも渦が巻いているところだ。川はそこを曲がって深い沼のようなところへ入る。橋か曲がり角で頭を打ちつけるか流れていって沼へ沈みでもしようものなら助からないところだった。兄はいきなり川へ飛び込んで後を追った。橋までに捕まえるつもりだった。病気の実だった。 それでもやっと橋の手前で捕まえることはできたしかし流れがきつくて橋を力に上がろうと思っても到底ダメだった痛い石と水の隙間はやっと勝ツの頭くらいは通せるほどだったので兄は勝子を差し上げながら水をくぐり下手でようやく上がれたのだった勝子はぐったりとなっていた 逆さにしても水を吐かない。兄は気が気でなく、しきりに勝つコの名を呼びながら背中を叩たたいた。勝ツはケロリと気がついた。気がついたが早いか、立つとすぐ踊り出したりするのだ。兄は化かされたようで、なんだか変だった。このベベ何としたんや、と言って濡れた衣服を引っ張ってみても、 知らんと言っている足が滑った拍子に気絶しておったので全く溺れたのではなかったと見えるそしてなんとまあいつもの顔で踊っているのだ兄の話のあらましはこんなものだったちょうど近所の百姓屋が昼寝の時だったので 自分がその時起きて行かなければどんなに危険だったかとも言った。話している方も聞いている方も引き入れられて兄が口をつぐむと静かになった。私が帰って行ったらおばあさんと三人で門で待ってはるの。姉がそんなことを言った。何やら家にいてられなんだわさ。 着物を着替えてお母ちゃんを待っとろと言うたりしてなおばあさんがボケはったのはあれからでしたな姉は声を少し潜ませて意味のこもった目を兄に向けたそれがあってからおばあさんがちょっとボケみたいになりましてなと言って姉を指さしいつまでたっても これによしやンにすまんよしやンにすまんといいましてななんのおばあさんそんなことがあろうかさと言っているのにそれからのおばあさんは目に見えてボケていって一年ほどたってから死んだかしにはそのおばあさんの運命が何か残酷な気がしたそれが故郷ではなく 勝子の思りでもする気で出かけていった北室の山の中だっただけにもう一つその感じは深かったかしが北室へ行ったのはその事件の以前であったおばあさんは勝子の名前をその当時もう女学校へ上がっていたはずの信子の名とよく呼び間違えた信子はその当時母などとこっちにいた まだ信子を知らなかった貴司にはおばあさんが呼び違えるびごとに信子という名を持った十四五の娘が頭に親しく想像された貴司は原っぱに面した窓に寄りかかって外を眺めていた。 灰色の雲が空一体を込めていたそれはずっと奥深くも見えまた地上低く垂れ下がっているようにも見えた辺りのものはみな光を失って静まっていたただ遠い病院の飛来心だけがどうしたはずみか白く光って見える原っぱの中で子供が遊んでいた 見ていると勝ツ子も混じっていた男の子が一人いて何かあらい遊びをしているらしかった勝ツ子が男の子に倒された起きたところをまた倒された今度はギュうギュう押さえつけられている「いったい何をしているのだろうなんだかひどいことをする」。 そう思ってたかしは目を留めたそれが済むと今度は女の子連中がそれは3人だったが改札口へ並ぶように男の子の前へ立った変な切符切りが始まった女の子の差し出した手をその男の子がやけに引っ張るその女の子は地面へ叩きつけられる 次の子も手を出す、その手も引っ張られる倒された子は起き上がってまた列の後ろへ着く見ているとこうであった男の子が手を引っ張る力加減に変化がつく女の子の方ではその強弱をおっかなびっくりに期待するのが面白いのらしかった。 強く引くのかと思うと体つきだけ強そうにして軽く引っ張る。すると次はいきなり叩きつけられる。次はまた手を持ったというくらいの軽さで通す。男の子は小さいくせにどうかすると大人の、それも小引きとか萎縮とかの格好そっくりに見えることのある子で、 今も何か鼻歌でも歌いながらやっているように見えるそしていかにも得意げであった見ているとやはり勝ツだけが一番余計強くされているように思えた彼にはそれが悪くとれた勝ツは婉曲に意地悪されているのだなそう思うのには一つは勝ツがわがままで よその子と遊ぶのにも決していい子にならないからでもあったそれにしても勝子にはあの不公平がわからないのかないやあれがわからないはずはないむしろ勝子にとっては分かってはいながらやせ我慢を張っているのが本当らしいそんなに思っているうちにも勝子はまたこっぴどくたたきつけられた 痩せ我慢を張っているとすれば倒された拍子に地面とにらめっこをしている時の顔つきは一体どんなだろう立ち上がるときにはもう他の子と同じような顔をしているがよく泣き出さないものだ男の子がふとした拍子にこの窓を見るかもしれないからと思って彼は窓のそばを離れなかった 奥の知れないような曇り空の中をキラリキラリ光りながらよぎってゆくものがあったハト雲の色にぼやけてしまって姿は見えなかったが光の反射だけ鳥にすれば三羽ほど鳥一流のどこにあてがあるともない飛び方で待っていたはあ,あ。 勝子のやつめ、勝手に注文して強くしてもらっているのじゃないかな。そんなことがふっと思えた。いつかたかしが抱きすくめてやったとき、もっとぎゅーっとと何度も抱きすくめさせた。そのときのことが思い出せたのだった。そう思えば、それもいかにも勝子のしそうなことだった。たかしは窓を離れて、 部屋の中へ入った夜夕飯がすんでしばらくしてから勝子が泣き始めたかしは2階でそれを聞いていたしまいにはそれを沈める姉の声が高くなってきて勝子もあたり構わず泣き立てたあまり声が大きいのでかしは下へ降りていった のぶこがかつこを抱いている。かつこは片手を伝統の真下へ引き寄せられて、針を持った姉が、手のひらへ針を持って行こうとする。外へ行ってゲを立ててきましたんや。知らんとおったのが、ご飯を食べるとき、醤油がしみてな。母がたかしにそう言った。もっとぎゅっとおだし。 姉は怒ってしまって邪険に手のひらを引っ張っている。その度に勝子は火のつくように泣き声を高くする。もう知らん。ほっといてやる。しまいに姉は手のひらを振り離してしまった。今はしょうないで、なんちゃらこうつけてくくっとこうよ。母が取りなすように言っている。 のぶこが薬を出しに行った。たかしはかつこの泣き声に並行して、また二階へ上がった。薬をつけるのに、かつこの泣き声はまだ静まらなかった。トゲはどうせあの時立てたに違いない。たかしは昼間のことを思い出していた。ピシャ と地面へうっつぶせになった時の勝子の顔はどんなだったろうという考えがまたよみがえってきたひょっとしてあの時の痩せ我慢を破裂させているのかもしれないそんなことを思って聞いているとその火がつくような鳴き声が何か悲しいもののようにたかしには思えた 昼と夜彼はある日城のそばの崖の陰に立派な井戸があるのを見つけたそこは昔の侍の屋敷跡のように思えた畑とも庭ともつかない地面には梅の老木があったりかぼちゃが植えてあったりシソがあったりした城の崖からは太いたくましい凶木や 古い椿が緑のついたてを作っていて井戸はその影に座っていた大きないげた堂々とした石の組みざまがっしりしていて立派であった若い女の人が2人洗濯物を大だらいですすいでいた彼のいたところからは見えなかったが その仕掛けは羽鶴瓶になっているらしく、組み上げられてくる水は大きい木製の鶴瓶桶に溢れ、木々の緑がみずみずしく映っている。たらいの方の女の人が待つふりをすると、鶴瓶の方の女の人は水を開けた。たらいの水が踊り出して、水玉の虹が立つ。そこへも緑は影を映して、 美しく現れた花崗岩の畳石の上をまた女の人の素足の上を水は豊かに流れる羨ましい素晴らしく幸福そうな眺めだった涼しそうな緑のついたての影確かに清劣で豊かな水なんとなく見せられた感じであった 今日は青空良い天気前の家でも隣でも水汲む洗うかける干す国定教科書にあったのか小学唱歌にあったのか少年の時に歌った歌の文句が思い出されたその言葉には何の匠も感じられなかったけれど彼が少年だった時代 その歌によって抱いた真にほがらかな新鮮な想像が思いがけず彼の胸に押し寄せた。カーカーカラスが鳴いてゆく。お寺の屋根へお宮の森へ。カーカーカラスが鳴いてゆく。それには絵がついていた。またヨモとかいう台で、 子供が朝日の方を向いて手を広げている絵などの記憶が次々思い出されてきた。国定教科書の肉質つめいた会書の活字。また何という画家の手になったものか、角のないその字体と漢字のまるで似た、子供といえば丸顔の優等生のような顔をしているといった風の挿し絵のこと。なんとか県所有。それを、 所有と人の前では読まなかったが心の中で仮に決めて読んでいたことそのなんとか県所有のこれもそう思えば国定教科書に似つかわしい手紙の文例の宛名のような人の名そんな奥付けのありさままでが思い出された少年の時にはその絵の通りのところがどこかにあるような気がしていた そうした単純に正直な子がどこかにいるような気がしていた彼にはそんなことが思われたそれらは何かその頃の承継の対象でもあった単純で平明で健康な世界今その世界が彼の前にある思いもかけずこんな田舎の緑樹の陰に その世界はもっと新鮮な形を備えて存在しているそんな国定教科書風な鑑賞の中に彼は彼の営むべき生活が示唆されたような気がした食ってしまいたくなるような風景に対する愛着と幼い時の解雇や新しい生活の創造とで彼の時々の瞬間が燃えた。 また時々寝られない夜が来た。寝られない夜の後では、ちょっとしたことにすぐそこ熱い興奮が起きる。その興奮が止むと、道端でも構わない。すぐ横になりたいような疲労が来る。そんな興奮は、カエデの肌を見てさえ起こった。風樹の肌が冷えていた。城の本丸の 彼がいつも座るベンチの後ろで出会った寝方に松葉が落ちていたその上を蟻が清らかに這っていた冷たいカエデの肌を見ていると肥前のようについている苔の模様が美しく見えた子どもの時のござ遊びの記憶ことに その感触ががよみがえった。やはりカエデの木の下である松葉が散ってアリがはっている地面にはデコボコがあるそんな上へござを敷いた子供というものは確かにあの土地のデコボコを冷たい御座の下に感じる足の裏の感触の快さを知っているものだ。 そして御座をしくや否やすぐその上へ飛び込んで着物ぐるみ直に地面の上へ転がれる自由を楽しんだりするそんなことを思いながら彼はすぐにもほっぺたを楓の肌につけて冷やしてみたいような衝動を感じたやはり疲れているのだな彼は手足が軽く熱を持っているのを知った 私はお前にこんなものをやろうと思う。一つはゼリーだ。ちょっとした人の足音にさえいくつもの波紋が起こり、風が吹いてくるとさざ波を立てる。色は海の青色で、ごらん、その中をいくつも魚が泳いでいる。もう一つは窓掛けだ。織物ではあるが、 秋草が茂っている草むらになっている。またそこには、見えないが色づきかけたイチョウの木がその上に生えている気持ち。風が来ると草が騒ぐ。そしてご覧。シャクトリムシが枝から枝を張っている。この二つをお前にあげる。まだ出来上がらないから待っているがいい。そしてつまらない時には、 きっと愉快になるから彼はある日ハガキへそんなことを書いてしまったもちろん遊戯ではあったがそしてこの日ごろの昼となし夜となしに時々ふと感じる気持ちのむずがゆさを幾分はかせたような気がした夜。 静かに寝られないでいると空を五位が鳴いて通った。ふとするとその声が自分の体のどこかでしているように思われることがある。虫の鳴く声なども変に部屋の中でのように聞こえる。<laughs> 来るなと思っていると得体の知れない気持ちが起こってくる。これはこの頃、 眠れない夜のお決まりのコースであった変な気持ちは伝統を消し目をつぶっている彼の目の前へものが盛んに運動する気配を感じさせた膨大なものの気配が見るうちに裏返ってみじんほどになる確かどこかで触ったことのあるような口へ含んだことのあるような運動である。 回転機のように絶えず回っているようで寝ている自分の足の先あたりを想像すれば途方もなく遠方にあるような気持ちにすぐそれが巻き込まれてしまう本などを読んでいると時とすると字が小さく見えてくることがあるがその時の気持ちに少し似ているひどくなると一種の恐怖さえ伴ってきて 目をいいではいられなくなくる彼はこの頃それが幼術が使えそうになる気持ちだと思うことがあったそれはこんな幼術であった子供の時弟と一緒に寝たりなどすると彼はよくうっつぶせになって両手で柿を作りながらそれが牧場のつもりであった。 君この中に牛が見えるぜと言いながら弟をだました両手に囲まれて顔で蓋をされた敷布の上の暗黒の中にそういえばたくさんの牛や馬の姿が想像されるのだった彼は今そんなことは本当に可能だという気がした田園平野市街 市場、劇場、劇船着き場や海そういった広大な人やシャバや船や生物で散りばめられた光景がどうかしてこの暗黒の中へ現れてくるといいそしてそれが今にも見えてきそうだった耳にもその騒音が伝わってくるように思えた。 はがきへいたずら書きをした彼の気持ちも、そのへんてこなむずがゆさから来ているのだった雨。8月も終わりになった。信子は明日、市の学校の寄宿舎へ帰るらしかった。指の傷が治ったので、 天理様へお礼に行ってこいと母に言われ、近所の人に連れられて、そのお礼も済ませてきた。その人がこの近所では最も熱心な信者だった。二札は信子の大きな氷を縛ってやっていた兄がそう言った。何を立って見とるのや。兄が怒ったようにからかうと、 信子は笑いながら探しに行った。ないわ。信子がそんなに言って帰ってきた。カフスの古いので作ったらと彼が言うと、兄は、いや、まだたくさんあったはずや。あの引き出し見たか信子は見たと言った。勝子がまたしまいこんどるんやないかいな。いっぺん見てみ。 兄がそんなに言っって笑った。勝子は自分の引き出しへごくくだらないものまで拾ってきてはしまい込んでいた「二札ならここや」母がそう言ってそれ見たかというような軽い笑顔をしながら持ってきた「はああやっぱり年寄りがおらんとあかんて」兄はそんな情愛のこもったことを言 晩には母が豆を言っていた。たかしさん、あんたにこんなのはどうですなそんなに言って、入り上げたのを彼の方へ寄せた。信子が寄宿舎へ持って帰るお土産です。一生ほども持って帰っても、じきにぺろっとなくなるのやそうで。たかしが話を聞きながら豆を噛んでいると、裏口で音がして、信子が帰ってきた。 出してくれはったか、はああ裏へ置いといた雨が降るかもしれんでずっと中へ引き込んでおいで、はああ引き込んである吉峰さんのおばさんが「明日お帰りですか?」って信子は何かおかしそうに言葉をとぎらせた「明日おお帰りですか?」って 母が聞き返した。吉峰さんのおばさんに、いつお帰りです明日お帰りですかと聞かれて、信子がまごついて、ええ、明日お帰りですと言ったという話だった。母や彼が笑うと、信子は少し顔を赤くした。借りてきたのは乳母車だった。 明日一番で立つのを氷乗せて停車場まで送っていてやります母がそんなに言って訳を話した大変だなと彼は思っていた勝子も行くて信子が聞くと行くのやと言うて今夜は早うからお休みやと母が言った彼は 朝も早いのに荷物を出すなんて面倒だから今夜のうちに切符を買って先へ手荷物で送ってしまったらいいと思って僕今から持っていきましょうかと言ってみた一つには彼自身体裁屋なので年頃の信子の気持ちを先回りしたつもりであったしかし母と信子があまり「構わない構わない」というのであちら任せにしてしまった 母と娘とめいが夏の朝の明け方を三人で一人は馬車を押し一人はいで立ちをした一人に手を引かれ停車場へ向かって行くその出発を彼は心に浮かべてみた美しかったお互いの心の中で そうした出発の楽しさをあてにしているのじゃなかろうかそして彼は心が清く現れるのを感じた夜はその夜も眠りにくかった十二時頃夕立がしたその続きを彼は心待ちに寝ていたしばらくすると それとおくからまたあゆみよせてくるおとがしたむしのこえがあめのおとにかわったひとしきりするとそれはまたまちのほうへすぎていったかやをまくっておきてであまどうを一まいくったしろのほんまるにでんとうがかがやいていた。 雨に光沢を得た木の葉がその明かりの下で数知れない鱗のような光を放っていたまた夕立が来た彼は敷居の上へ腰をかけ雨で足を冷やした目の下の長屋の一軒の戸が開いて寝巻き姿の若い女がポンプへ水を汲みに来た 雨の足が強くなって、とトうがごくりごくり喉を鳴らし出した。気がつくと白い猫が一匹、よその家の軒下を渡っていった。信子の着物が物干し竿にかかったまま、雨の中にあった。筒袖の平勢着ていた浴衣で、彼の一番目に慣れた着物だった。その故か、 見ていると不思議なくらい暢子の体つきがほうふつとした夕立はまた町のほうへ行ってしまった遠くでその音がしている「チン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 泣きだしたコオロギの声に混じって質の緻密な玉を高度の高い金属ではじくような虫も泣きだした。 彼はまだ熱い額を感じながら、城を越えて、もう一つ夕立が来るのを待っていた。